プリンターのインク交換、エプソンに限ったことじゃないです。全てのメーカーそうです。難しいんですよね。あの機械を見て、その機械についてるレバー、これは押すべきなのか引くべきなのか、明らかにここを押したら外れないだろう、力任せに押したら壊れる、そういうところが多いんですよね。うちでも最近ありました。プリンターのインクを交換してください。そしてプリンターを開ける。そうするとなくなったインクカートリッジがついてます。そこに押すというボタンがついてる。それを押してしまうんですよね。実はこの押すというボタン、カートリッジを挿入するときにそこを押せというボタンなんですよね。だから取り付けられてるカートリッジ、それに対してその押すなんかを押したら無理に力をかけることになるんですよね。そして外すときに爪がある。その爪、押すのか引くのかよくわからないんですよね。本来押すべきところ、そこを引いちゃうんですよ。まあ最近の機械コンパクト化されてて操作わかりづらいんですよね。わかりやすいように大きなレバーつける、そうそうコスト跳ね上がりますからね。ただ機械に慣れてない人、使えないことが多いですね。あ、機械要素見て発してる匂い、機械いじってる人だったらある程度わかるんですよね。この部品を外すにはここを取るんだ、大体わかります。でもわからない人、手当たり次第取れるものを取ってくるんですよね。そしてバラバラにしてしまう。これあの機械の匂い嗅げる人にとっては本当イライラします。でも仕方ないですよ、そうなんですから。そうしか感じられないんですから。そしてプリンターメーカー、多くの人機械の匂い嗅げない、そう思って設計してもらいたいですね。例えば押してほしいんだったら、もう確実にこれ押すだろう、そういう構造にするんですよ。それ引っ張る構造、まあできるだけ避けてください。押すことしかできないような構造はできるんですよ。でも引っ張ることができるような構造にしとくと、それを押せますからね。だから機械を設計するとき、できるだけ押す方向、そちらで考えてもらいたいですね。あ、確かにメモリーカードのリーダー、押したら入る、それもう一回押したら出てくる、わかりやすいですよね。だから機械、特にプリンター考えてもらいたいですね。例えばインクを毎日交換してれば誰だって覚えられると思います。でもインク忘れた頃に交換してくださいってくるんですよね。一回教わっても次は2ヶ月後もう忘れてしまってるんですよね。だからプリンターのインク交換、機械の匂い嗅げない人にとっても分かるような構造、そういう構造にしてもらうことを望みますね。